老田中さん南無妙法蓮華経。コーヒーもらえる、これ。太郎田中さん、新人が足らんから負けるんや。負けたぞ今日は。3万2000突っ込んでギリギリまでコインあったから、まあまあ遊んでたけど、4500円回収しちゃったわ。2万7500円も負けたんだけど、あと1万6000円で今月のマイナスがプラテンするっていうところまで来といて、今日しかも1000円でビッグかかっときながらのこの失態。もうこの店二度と来るか、こんな店晒したろからな、この店、この店出えへんってさらしたるからな。何が取材やねん、何の取材や、あみたいな取材。バンブーさん、あんだけ意気込んでたのに。太郎田中さん、200万円持っとるおっさんが何言うとるんや。いや、もう持ってないよ、お金払ったって言ってるでしょ。ああ疲れたわ。いやマジで疲れた、疲れがどっと出たわ、声も出ないわ。こんなことなら遠行でも行けばよかったわ。バカバカしい。もうここは本当に二度と来ない。前回もなんか朝一から来てめっちゃ出たのに、最後はアホみたいに飲まれて嫌な思いして、今日はさらに負けてるか。太郎田中さん、自分で疲れることしに行ってるんやからしゃあないわ。明日どこの店行こうかな、明日どっかイベントあんのかな。バンブーさん、ピエロ、ええ仕事したな。で、3万2000円も突っ込んだのに、3万2000円も突っ込んだのに、こんなんだって帰ってきたわ。太郎田中さん、どうせ負けるんやったら競馬で負けたら時間を無駄にせんで済むぞ。まあまあ、時間は無駄、それ時間無駄にせんぞっていうか、時間消化できなかったらダメじゃない。人生はね、あの立花隆も言ってたけどね、人生はね、あの暇つぶしなんだからね。あの人生なんてね、あのただの暇つぶしなんだから。よいしょ。ちょっとね、これスマホが、あのいつものスマホからじゃなくて、あのお店スマホからの配信してるので、ちょっと切り替えます。太郎田中さん、残った時間は配信でもしてたらええんや。そうそう、ずっと配信ばっかりしてね、まあ、もうね、配信中毒でもなんでもいいわ。もう今日はとりあえず2万7500円負けて疲れただけで終わったわ。もう、あー疲れた、疲れたよ。私のスマホ、いつもの配信してる方のスマホを充電して、充電しもって、車載で充電しもって配信しないと見えないから。太郎田中さん、毎日 SENZURI 3回配信10時間くらいしたら時間は潰れるやろ。いや、ほんまね、あの線ずりしたいぐらいなんだけどね、もう嫁がずっといてるからね、線ずりできないんですよ。オナニーしてたら一番時間なんて過ぎるのにね、毎日毎日。
田中さん社内線釣りしたらええんや。あれ 81% なのにどうして電源入らないのこれ。なんで。今これで電源入ったんかな。これで電源入った。太郎田中さん故障や故障や。ああ電源入った入った。太郎田中さんあおもろ。いやーしこれでね電源も入りましたからね。こっちでちょっと出会い系サイトだけしたらすぐにね配信切り替えます。車内で会えますか。会えないです。太郎田中さんよし東尋坊行こ。もっと近いとこないの。東尋坊とかじゃなくて。っていうか僕このツイッターアカウント太郎田中さん関空もみらわしえでツイッターアカウントがずっと凍結されたまんまなんだけど、関空は何回も行ってるでしょ配信でも。太郎田中さん品娘をゲットできるかもしれんで。どっかにねそんなあったらいいんだけどね。ああさん南港から海を見つめよう。太郎田中さん声がせえへんがな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってちょっと待ってお兄さん。レッスンゴリライなんですの。あちょっと待ってちょっと待ってお兄さん。iPhone も原油 S しててもう2回ぐらいゼロカットされたわ。まあボケ死ねえ。お前ら全員死んだらええねん。太郎田中さん古いな。ちょっと待てお兄さん。バンブーさん明日はどこのピエロ。明日は、ね、太郎田中さんは以外はみんな死んでもええで。もう家の近所のねピエロ行きますということでね。スマホを切り替えます。スマホ切り替えるので一旦ね配信終了になります。もう一個のスマホから配信します。じゃあねバイバイ。